去年、ザ・リッツ・カールトン福岡が開業した福岡市にイギリスの高級ホテルインターコンチネンタル・ホテルズ・アンド・リゾーツが進出することが決まりましたホテルが入居するのは福岡市中央区大手門の福岡家庭裁判所跡地に建設される予定の23階建ての複合ビルです。スイーートルーム9室を含む全室で、 2030年第1四半期の開業を目指しています福岡県と福岡市が協力してセントラルパークセントラルパーク構想を進めている舞鶴公園や大堀公園に接していますビルにはオフィスやマンションも入居し2階には眺望テラスが整備される計画です敷地は国有地で福岡財務支局が昨日野村不動産や西鉄 宮殿不動産など4社の企業グループが競争入札の結果、落札したと発表しました。